新型コロナウイルスの5類移行から今日で1ヶ月。県内有数の観光地松島は多くの観光客でにぎわっていて、コロナ前の光景が戻りつつあります。日本三景の一つ松島をめぐる遊覧船の乗り場には、今日も観光客の長い列ができ、臨時便も運航されました。とっても良かったです。波に浸食された島々がとっても綺麗だったです。インバウンドは台湾、あと欧米関係多いですよ。日本人のお客さんはあれです。国内のお客さんは、まあ個人客ですね。個人旅行、これが結構増えてますね。丸文松島汽船によりますと、臨時便も含む現在の遊覧船の運航本数はコロナ前の7割ほどで、乗客数もコロナ前の2019年と比べおよそ7割まで回復しているということです。コロナがね、まだ再発しないようにこのままの状態で行ってもらえば、もう期待はしてますよね。客室数24のこちらの宿泊施設も予約は好調で、5類に移行した先月以降、休日を中心に満室の日も多くあるということです。現在の予約状況としましては、ほぼコロナ以前と同等、あるいはそれ以上といったところで好調にご予約をいただいております。この宿泊施設では、5類移行後、食事会場に設置していたパーティションを撤去し、料理の大皿での提供やカラオケも再開しました。今後より一層松島に観光客が戻ることに期待を寄せます。これからですね、本当にコロナ以前の状況を日常に戻って、この観光地松島にですね、観光のお客様が増えていただけることを期待したいと思います。また被災地の伝承施設では、一般の来館者が大幅に増えています。気仙沼市の東日本大震災以降伝承館です。先月の来館者は9104人と、去年の同じ月を150人ほど上回りました。このうち一般の団体客の予約は、去年5月の28件に対し、先月は68件と、およそ 2.5 倍に増えています。一方で、教育旅行などで訪れる学校や団体の予約は、去年5月は県内や東北を中心に42件ありましたが、先月は35件と、5類移行に伴い東北以外に行くケースが増えたということです。修学旅行ですとか、野外活動の方がコロナ前の活動に戻りまして、そちらの方で人数は若干減ってはいるんですが、一般の方々、一般の来館者、小団体さんですとか団体の、そちらの団体が増えまして、ゴールデンウィーク以降は毎日のように海外から訪れる人もいて、伝承館では今後も中高生による語り部や企画展などを行い、震災伝承に努めていくことにしています。